借金返す日がやってきました。刹那圭介です。今思った、前回の最後思った、ここに預け取ったら借金返せれへんのじゃないかと思う。さて借金返すに行きま、邪魔だ。あれ待てよ、ちょっと待って、借金5万なかった、5万ぐらい返さんかったらあかんかったような気がするんやけど、このままじゃ返せんのじゃね。え、いつ返すんだろう借金って。ああ、でも働いた後に借金返すんだったら別にいけるか大赤字になりそうやけどねやっぱ、ああやっぱか、よかったよかった。いや、さすがに働いてギルドで返すんか。そりゃ、起きたら借金返してもらうでって店に押しかけてきたらすっごいいかついよ、その人。何やったっけな、忘れた。何だったかな、フリーズブレードかな。いや、雷鳴拳か、雷鳴拳じゃ。確か、フリーズブレード下がって雷鳴拳が売れ始める頃になったんだったな。そんなトレンドだったな、前回。あと、バスタードソード置いとくんと、もう一本バスタードソード、あ、雷鳴拳、もう一本で。ああ、でも、槍置きたいな。バスタードソードを潰して、槍で。でもって、ない、アイスランスは確か、一本だけ、撃ったれ、もう。日本あれ、なんか取引してくれみたいな感じの人がギルドにおった気がするけど、まあ一回ナイトソードにしとこう。ナイトソード今回も2本ぐらい売れたらいいなって感じで置いときます。この間結構いろいろ売れてくれたら増築した甲斐があったもんなんやけどね。正直コストパフォーマンス、いわゆるコスパコスパっていうやつね、それがなかった感がちょっと良くなかったんじゃないかなって思うんですよ。借金してまでやることだったんかなってぐらいに。これ多く物置いたはいいけどね、寄りつかん武器ってあるじゃないですか。そういうところどうかなって。おお、でもレンチャンでロングソード、ロングソード、バスタードソード、やっぱそれぐらいの安いんしか売って、いや買ってくれんのよね。それがまたまた商売は大変である。まだがロングソードや、お前そこそこいい格好しとんでないか、新選組みたいな格好しとんでないか。もうちょい強い武器買ってさ、幕府のために、幕府の犬として、いや言い方悪いけどさ、頑張ってほしいと思うんやけどなその人の事情があるんや。いや、もしかしたらそうかも、あるかもしれんで、あの新選組は幕府からの援助金でなんか給料いただいてるみたいな感じ。それが幕府のお金がそんなに財政が厳しいな意見っていつの時代やねんこれてか汚れにくくなったって少しだけやけんな。少しだけって言おったけどさ、少し、ほんと少しやなこれ。めっちゃ汚れるんやけど。スーパージュクにワックスが消してほしいなるレベルや。あ、でもよう見たらナイトソード2本目売れたで。案外ナイトソード売れるんやな。売り上げがもう2万いった。このまま調子でどんどんいったらもしかしたらベストいくかもしれんな。雷鳴拳もトレンド通りとはいえ売れよる。いい感じいい感じ。増築したかいあったかもしれんない。これバスタードソードちゃうわ。ここは雷鳴拳やり全然打てないやん雷鳴拳売れよけん別にいいよ。そりゃ槍よりも雷鳴拳の方が高く売れるんやけど、そっちの方打った方が得やもんおい雷鳴拳ほんと売れるで。なんで雷鳴拳そんなに売れるようになったん、いきなり雷属性ブームで。何かでもってナイトソードも地味に売れよんやけど、3本目やん今ので。ナイトソード結構売れるんか。3本売れてもそれでも結構売れるもんな、値段になるもん。ナイトソードはロングソードの 4,5 倍ぐらいの値段なかったっけ。売れちゃったやった3万いった。
やった売り上げ3万いったわだ。借金して増築した甲斐あったかもしれん。次の日の売り上げぐらいでさ、もしかしたら借金でこの利子がつくじゃないですか。はい、できました。ほら、利息3万借りて5万で返さなあかんわけですよ。そのちょっと利息の2万分は明日でもしかしたらリカバーできるかもしれませんね。最高の売り上げがいやいや3万やけん、だいたい1万近く高くなったんかな、だいたいな。というわけでちょっと金欠になったのは増築した生徒とはいえ、それでもなんかいい結果を残したんじゃないですか。結果的にはね、このじいさんはなんかいつまでも変な分かりきったこと言おうけどね。いやバンダイガール、バンダイガールってなんなの。あら武器屋さん、あ、ゆっくりして行きなさいな。俺いつもゆっくりして行きよんやろうが。もっといこのギルドにおってほしい、なんか住んでほしい、君の涙でもいただこうかとか言ってほしい。キザだな俺。不謹慎系の話しかしょらんで、この二人、マスターとハゲのおっさん。これは、あ、そうそうそう、この人がアイスランス日本とウーツコのやつだね。ウーツコそんなにいるかな今。まあいいや、もらっとこう。あ、今度雷鳴拳4本になった。ちょっと雷鳴拳4本になったね。実はね、取引やったって理由は、次の取引新しく持ちかけてくるだろうなって思ったんですけど、いきなり次の日にまた今後よろしくお願いしますって次の日に変わっとるとかそういうイメージだったのに、もう新しいも要求してきた。雷鳴拳いくつ持ったの俺。3本しかないわ。あーギリギリや。あと1本あったらな、作っておくべきだったな。ウツコ10個とかすっごい大盤振る舞い。めっちゃ持ってる俺。こんだけ持っとったら別にウツコいらんような気がするけど、ウツコって何に使いよったかな。ナイトソードに使いよったような気がする、ような気がする。ナイトソードに使いよんだったら結構いるぞ、ウツコ。だってめっちゃ売れよるもん。意外と売れよるもん。ナイトソード。地味な売り方しよるもん、ナイトソード。取引っていいな。できればロングスピアを2万円で譲ってくださいみたいな、お金で譲ってくれって言うやつがいいんやけどな。あーこれ頼みたいな、頼みたいけどちょっと金欠やな、やめとこう。お前は買っとくわ。お前のやつが頼りになってきとる気がするわ。雷鳴拳がまだ5の状態にあるんやな、トレンド。まだ明日も雷鳴拳で攻めていいかな。ナイトソード2なのに3本売れたけんね。人気低い割には売れるんやな。この3つ、3の3つでちょっと気になる。バスタードソードも3。あ、フリーズブレードの方がなんかちょっと上がっとるで。槍はもういいような気がして。槍は恨んでもいいような気がしてきた。明日はロングソード置いて、バスタードソード、サラマンドソード、フリーズブレードと、でもってナイトソードっていう、ちょっと明日はフリーズブレードも置いてみよう。そうしたらちょっと綺麗に売れるんじゃないかな、もしかしたら。もういいわ。これ以上増築したらまずいわ。ちょっと広なりすぎて天はやんわんやなる、天やわんや。お次、おーババアお前、それしか言わんような気がしてきたんやけど。てかさ、今更やけどさ、この絵も、年に合ってない顔文字どうにかならん。女子力高いよ。年取っても女子力高いよ、あんた。無理です。よーし。やね。確か、なんかサンダー石、サンダー石かな。こんだけあるんだったら一応雷鳴拳ポンポン作れるけど、もうちょい増やしておきたいっていう感があるので増やしておこう。
と言っても2つぐらい買っとけばいいか。よいしょ。でもって、フリーズブレード作るためにちょっと、ちょっとお金がやばいな。で、鋼材の購入。そんなに買えんぞ、これ。てか、所持数そんなにないやけん、別に買わんでいい。所持数たくさんあるけん、買わんでもいいような気がしてきた。さて、作っていこうぜ。土下座しようぜ。もう噛んでしまうよ。とりあえずロングソードは定番中の定番。どうしようかな。とりあえず20本になるように。でもってバスタードソードが4本しかないで、10本になるように。サラマンドソードは出さんけん別にいいや。フリーズブレードじゃ。フリーズブレードは期待を込めて9本になるように。5本作ると。雷鳴剣にかけとるよ、もう今は。ロングソードなくなる。ロングソードめっちゃなくなる。期待を込めて10本になるように7本作る。ロングソードが切れました。鋼材がやばい。今2本あるってことは16本になるように14本作ろうか。今日はちょっと忙しい。ナイトソード、やっぱウーツ鋼材。ナイトソードやっぱウーツ鋼いるわ。これちょっとずつでウーツ鋼増やしていた方がいいと見た。ナイトソード2本増やして5本。今日は3本だった。やけん多分次の日増えても5本が限度だと思うけん、5本ぐらいあれば十分と見た。それでいこう。バスタードソードの数が減りました。増やしておきましょう。その分せっかくなんで、もうロングソード残りの鋼材使って全部作ってしまえか。こんなもんかな。お金やべえ。次でどんどん稼いでいかんかったらほんとやばいぞ。けど今日は結構売れたけんね、魔王にダメージを結構与えれるんじゃないかなって思うよ。俺が与えようわけじゃないけど。というわけで今回はこの辺でセーブしとかな。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け